出てきちゃった。何をどう、No, we are, Mr. Jindo, we are talking about what should we archive to keep the memory of the accident and its consequences. What should we share with various people? What should we transfer to future generations? So what are your views, Mr. Jindo, on that? You have 5 minutes. Thank you. 私ちょっと前から言ってるんですけども、この原福島、私もその一人なんですけども、ここの福島で起きたことのですね、住民の皆さんの意見、これをですね、たくさんの意見、ダイアログセミナーを取ってると思うんですけども、この意見をですね、まあ、ここにいる皆さんは、まあ、よく理解しているし、まあ、求められていると思うんですけども、私はこれをもっと他にたくさんの人に発表してもらいたい。それから私たちの意見をですね、まあ、この先ほど朝方安藤さんもちょっと言われてましたけども、またこのたくさんのこのそれらのデータをどうしたらいいかということで今悩んでいるということなんですけども、このデータの処理の仕方というのは、データというか皆さんの意見の処理の仕方、まあ、映像も含めてですね、これらは私としては一つもカットしてもらいたくないと。このデータをどう処理するかは皆さんの考え方ですし、また将来、後世の人にですね、処理の仕方というのはいろいろあると思うので、意見は全て残してもらいたいと、それで伝えてもらいたいと。どうそれを処理するかは本人から後世の人にも任す。そういうことで私たちの意見というのを漏れ漏さず集約して、なんていうんですか、ビッグデータでも何でも構わないんですけども、そういう形で残してもらいたいということを切にお願いしたいし、今私が希望としては、現在までのそれ皆さんが言っている意見の集約をして、どういうことを皆さんが言っているのか、私もよく自分の地元の周りの意見というのはよく分かるんですけども、他の市町村の方の意見というのはまだよく分からないので、そういう方の意見を集約して、あ、皆さんこういうこと言ってるんだということを、まあ、ここに来ると分かるんですけども、あとは膨大なデータを中を見るっていうのもちょっと大変なんで、どういうワードが出てくるな、皆さん多いのかどうかとか、そういう意見がこうなんか求められて集約されていることが出てくると、僕らとしても分かりやすいかな。だけどもそれをがどうか、それがいいか悪いかはちょっと別としましてね、そういう意見、そういうまとめ方も現時点ではちょっとしていただきたいなと。だけども意見と意見だとか、そういうのはなるべくカットしてもらいたくないという希望があります。昨日発表させていただきました高村です。私自身は今回のダイアログは3回目です。1回目は南相馬、2回目は伊達で、今日はいわきです。でその1回目の南相馬の時にですね、確かノルウェーだったか、お客様が来られて、ヤギのヤギだったかな、羊だったかどうか覚えてないんですが、チーズをいただいて、でまあ、それが美味しいという話が一番、まあ、覚えている中なんですが、まあ、何を言いたかったかというと、私自身2012年の2月に、ウクライナ・ベラルーシチェルノブイリ原発の方に、個人的に伺ってます。それは2011年に起こった段階で、専門家や科学者が言う、安全だ危険だという言葉が私には全く理解できなかったからです。じゃあその理解をするためにどうすればいいのか、悩んだ挙句、同じ体験をしたお母さんの話を聞きたい。あの当時お子さんだった方がもう26年経って大人になって子供を産んで、同じ立場の母親になっている方たちの話を直接聞きたい。
キエフから入って、チェルノブイリ博物館、それから原発にも入りました、ブリンダジも見ました。ただ一番印象に残ったのはベラルーシのゴメリに行きまして、当時5歳、11歳だった、女の子が、同じ3人の子供を持つ母親になり、その、26年間の奇跡をですね、同じ立場の女性として母として、対話をした時です。で今日もこのここに並んでいる女性の方たちと同じ立場で話ができたことがすごく良かった、確かにチェルノブイリ確かにたくさんのリスクがある。そのリスクの、まあ、リスクマネジメントをすれば、生活することができるよと言われたそのお母さんたちの言葉を、私は受け止めて南相馬で生活しようと思いました。それはやはり同じ立場でお話ができるその対話があってよかったということと、今回の世代の言葉ですけども、世代というのはチェルノブイリ原発の、爆発があってその時に体験をした方たちよりも今さらにもう世代が進んでいる。ですが私たちは今福島原発で被害を受けている世代、その世代同士の交流があってもいいのではないかというふうにも思っております。そうしなければ本当に分かり合えるんだろうか。その1回目のノルウェーから来てお客様のお話を聞いた時に、あ、こうやっておいしいものが共有できて笑顔がお互いに求められてすごく良かったなというのが第一印象にあるように、私たちもウクライナやベラルーシ、そういった被害に遭った方たちのところに訪れて同じ立場で、共有ができたらさらに、問題はちゃんと皆様に提供できるのではないかなというふうにも今回思いました。ありがとうございます。こんにちは、昨日から参加させていただいております、いわき市から来ました門馬です。今日一番感情的に動かされたのが石森さんお話ししていただいた話を聞いていて、まるで私のことを見てきたのかなって思うぐらい本当にほぼほぼ同じ状況でした。一応放射線とリスクコミュニケーションに関わる仕事をしているので、どちらかというと安全ですっていう答えはもちろん言いませんけど、なんとか人との地で暮らしていくことをサポートするっていう仕事には確かについてはいるんですけど、私自身もその自主避難から始まっているので、石森さんの話を聞きながら思い出したことはいくつかシーンがあるんですけど、郡山に避難していた時に下の娘が1歳の誕生日を迎えたんですけど、誕生日会を開いた記憶はあるのに全く何をしたのか覚えてません。子供の成長を顔して笑っていたのかも全く覚えていなくて、もうそういう状況だった時に私の地元は仙台なんですけど、5月ちょっと前ですね、仙台の実家の方から呼ばれたので、子供と私だけで避難するっていうような話し合いをしたんですけれども、もともと福島出身である私の主人も主人の両親も反対をして、本当に感情的に責められる、私自身もうまく説得もできない、うまく言えない、本当に誰にも味方をされなかった、すごく心が凍るような気持ちで仙台に本当に逃げるように帰りました。結果的に結局実家の方でもその子供の足音の 音をうるさいとか鳴き声がうるさいとか近所のクレームが来たので、実家から出てアパートに子供と2歳になる息子とが1歳を迎えた娘と3人で暮らしてましたけど、本当に時期の子育てっていうのは本当に苦しくて、
本当に虐待まがいのことをしたことを思い出しました。何と一緒に死のうと思ったかわからないぐらい追い詰められて、石森さんもおっしゃいましたけど、そういう状況の時というのは福島が危ないとかそういうような情報の方を求めてしまいますし、私自身も福島に戻れない理由を、戻らない理由を探して、福島に暮らしている子供は病気になってくれないと困ると思ってました。デマが悪いって言うんですけど、デマを発信する人が悪いっていうことも多分あるとは思うんですけど、それを求める私たちも多分いて、本当にデマとかそういうものをなくしたいんだったら、そういうものを求めようとする私たちを一人ずつ殺していく方が一番早いと思ってます。でも実際にそんなことができるわけじゃないし、でもいろいろあって、やっぱりその子供に手をあげる自分が嫌だっていうこともあって、やっぱり放射線の子たちちゃんと勉強しなきゃいけないと思って勉強しましたけど、本当に苦しかったです。7年、もうそろそろ8年経ちましたけど、経ちますけど、こういう気持ちをなかなか話せる場所というのはまだないんだと思います。仕事の関係で子供を持っているお子さん、子供を持っているお母さんたちの、あの放射線のその、まあ、勉強会じゃないですけど、お話し会っていうものをちょっと仕事で関わらせていただいたことがあって、2か所とも別々のところだったんですけれども、やっぱりですね、あの共感するベースっていうものがなかったら多分話をすることができないですし、そういったお母さんたちも、あのもちろん明るい状況でそういったあの話をできたなとは思うんですけれども、もちろんまだ心は開いてないというふうに感じられました。その放射線のことに関しては、もちろんそこで暮らし続けた人、あるいは避難した人、多分同じようにどちらも苦しい思いをして、だけどそれが本当にあまりにも複雑なので、なかなかうまく整理して喋ることができないんだと思います。言葉にして話せるというのは、その気持ちがようやくその人の中で整理されている、あるいは整理されつつあるという中で言葉として出てくるものだと思うので、そういうものを引き出す何か工夫が必要になるんじゃないかと思います。ありがとうございました。今大間さんの話でもあったんですけど、まあ、私が今こうしてこう普通の顔で喋れているのは、多分私の中では整理がある程度できてきたのかなと思うんですけど、私もですね、やっぱり夫にすごい感情的になった時に、福島の子供が病気になればいいとお前は思ってるんだろうってこう言われたことがあるんですね。でこれは何でかっていうと、そのあまりにもその責められると、どうしてもその自分の避難した方がいいっていう主張を裏付けるためのこう証拠が欲しくなるんですね、私としては。だから例えば福島でバーンって病気が出たら、私たちが言ったこと正しかったじゃないって、私たちがこんなに責められることはなくなるのにっていうふうに思ったことは、大間さんだけであるのか、私もやっぱり場所だけなんですけど、あるのはあるんですね。で広島で、広避難者団体のアスシカという団体を私の避難者仲間がみんなでやってくれてるんですけど、そこでよく集まりで避難者の人と喋っていると、私放射能がもしないんだったら明日にでも福島に帰りたいっていう人がやっぱり何人もいるんですね。やっぱり避難者の人も福島のことを愛していて、福島のことを大事に思っていて、自分もやっぱり福島の人間だと思ってて、帰れるんだったら帰りたいけど、それでも彼らの中ではやっぱり放射性物質があるから帰れないんだっていう思いがどうしてもあるんだと思うんです。なので福島原発事故っていうのはこのようにですね、非常に日本に住む人に、特に福島の人を中心に大変なダメージを与えた事故なんですけれども、やっぱり日本人にまだ原発たくさんあって、再稼働もしているものいくつかあるし、いつもと同じような事故が起こるかわからないので、他県の人たちも当然ですね、これは福島だけの問題ではなく自分の問題として捉えていかなきゃいけない。それから福島の生産農産物っていうのは今はもう全部徹底的に検査されて
安全なものになっていますが、周りのその関東圏のその生産物はそこまで完全に検査が徹底されてない例もたくさんあります。だから、そして日本中は、商品というのは全国に流通してますから、やっぱり他県の人もこの問題は日本の問題であると捉えて、そして原先生とか下枝さんがおっしゃったようにこうペース2ペースで面と向かって教育をしていく下の世代に教えていくことっていうのは私は非常に大事だと思います。私自身もやっぱり原爆資料館の広島の平和教育を受けて育って原爆資料館の知識ここに行ってたってことがあるので、その放射性物質がこうバーッと広がった時に原発が爆発した時にとっさに風向きを考えて逃げるっていう判断ができたのは、それもやっぱり広島の平和教育の賜物だったと思うんですね。そういう避難行動が取れるかどうかはやっぱり私たちがこれから下の世代に福島の子どもたちだけじゃなくって日本全国の若い世代にどうしてもやっぱり伝えていかなきゃいけないなと、そして直接顔と顔を合わせてこう教育をしていくことが大事なんだなと思います。なのでまあ私の出張者ですね、インターネット上に情報を載せておくということもまあ大事だとは思うんですけど、海外からのアクセスがあるというのも大事だと思うんですが、やっぱり日本人の私たちは直接顔を合わせてそして教育として残していくということをしていきたいと私は思います。県内の高校生、大学生に大体月50から100人ぐらい、視察研修の受け入れをしていて、最近その内容を考えているときにこう感じることが一つあって、それぞれの状況があるという中で、大きな流れとしてその記憶から歴史に変わりつつあるなというのをすごく今感じています。例えばその震災当時の記憶を持っている人がやっぱ上の世代だとまあまだないんですけども、子供だとやっぱなかったりすると、それが何ていうか自分がその時体験してから知りたいというよりはやっぱりこう聞いたから知りたいというような感じになってきてるなっていうのは最近すごく感じています。でその時にですね、何を伝えるかっていう時にそのスパンをちょっと考えて喋ってたんですけど、例えば、私今回やってることも結構南三陸とか その津波に流された地区の当時の記事の会話の記録の中で最初に何話したかっていうのを見たら夢を話してたっていうのを聞いて、あ、その視点なんだなっていう気づきもあったんですよ。つまりその記録を残すってことももし今までの話とまた別の切り口なんですけども、まあ、歴史というところで逆に考えて長い流れで考えるようになるのは逆に言うと歴史って過去との対話だと思うので、過去の歴史もしっかりこう実はそのアーカイブに入れておくべきなんじゃないかな、カテゴリーはちょっと難しいんですけども、さらにその教訓を未来の人がしっかり学べるようにしっかり整理しておく必要があるのかなと一つ思っています。例えば言ったら災害っていうもうちょっとでっかいカテゴリーにすると津波だけでもないし、また違う災害もあり得る、新しい技術が生まれたことによってまた別の悩みとか苦労がこの先生まれることもあると考えると、その悩みの中からどうやってこうリカバーというか自分たちが答えを見つけていったかというようなそのプロセスっていうのはしっかり整理して残せていくのかなと思います。さらに、さっき言ったこれって過去との対話なので多分歴史的な背景がすごく重要になっていくので、この最近の背景がどういうような時代だったかっていうのも補足的に残しておくと、将来の子どもたちなりが三代先に行くとも絶対顔は分かんないので、まあ、なんか幸せになるためのなんか一つの材料になるのかなと思って聞いてました、はい、でちょっと長めのスパンで考えていたのでそれを協力しました。以上です。アルパインの吉岡と申します。私は今回の企業代表の立場で初めて参加させていただいたんですが、この場合は個人的に感じるところをお話しさせていただこうと思います。この先記憶を伝承していくという話について昨日から議論している中でですね、
感情と事実と興味と3つの切り口があったと思うんですね。この話を聞いている中でずっと思ったのは、例えば昔ですね、戦争がありましたと、広島で出ていたのもありました。こういった話をですね、過去から未来にどうつないでいくかというところでですね、やはりその体験された方がいらっしゃるうちは、その方の話を聞くという場が持っているようで、今回はこの場に参加して、いろいろこう皆さん体験されてお話を聞きながらですね、やっぱり本で読んだりこうテレビで見たりするのとは違って、やっぱりその生の感情というかですね、思いというのはしっかりこう伝わるなと思ってまして、やっぱりそういう場があるうちはしっかりそういう場をしっかりつないでいただくということが一番大事なんだろうと思っています。ただいずれ時間とともに戦争に語られる方もいずれ少なくなってくるようになった時にですね、この記憶をどう残すかというところは非常に難しいなと思うんですけども、今はやはり昔と違ってですね、いろいろこう映像とも含めて残すことができますので、できるだけそういったものをたくさん残していくということは非常に大事なんだろうというふうに思っています。ただ昨日もありましたけど、言葉とかですね、文章にした時にどこまでこう感情が残るんだという話もありまして、私なんかも今いろいろ伺っていただいた皆さんほどいろんなことを体験したわけではないんですが、震災当時やはり岩手に行ってですね、避難しなかった方の口なんですね、岩手に残って、だんだんこう人がいなくなって、残っている中でこの先どうなるんだってこう不安を感じながら、いたんですけども、その時の気持ちとかですね、感情っていうのは本当に知ってほしいなと思うんですけど、うまく伝えられないというのもあって、その部分はやはり直接どこかでお話しするしか伝えようないのかなと思いながらですね、そうやっても大事な話としてはいずれどこかに伝えていきたいという思いがあるとすぐにちょっとまとまりは悪いんですけども、そういった個人の感じた部分というのはやはりうまく全体的にまとめることは難しいと思うので、個人の記憶としてこう伝えていくということをですね、ぜひ考えていければなというふうに思っています。一方で最後に教訓という話だったと思うんですけども、教訓というところについては、その個人の体験とたくさん残すというのはちょっと逆の話になっているんですけども、できるだけこう簡潔にもう一言で分かるような形で伝えるというのが大事なのかなと思ってまして、例えば津波なんかの時の津波天然化という話だったかと思うんですが、人に構わずそれぞれに逃げろという教訓ですよね。そういった部分もですね、例えば原発とかそういった原子力災害というふうに関して言えば、やはり安全はないんだというところをですね、そことこう伝えるところをしっかり持っていきたいなと思っています。絶対安全ではないよというところでですね、何かあった時にはもうこういったことが起こってしまうんだというところを、いろんなこう記憶としてたくさんの記録は残るとは思うんですけども、ただその一言こう大事な教訓として伝えるというところをですね、持っていければなというふうに感じています。ちょっとまとめればいいので申し訳ないです。はじめまして、私セッション4から参加させていただきます、原子力機構の遠藤と申します。非常に簡単に自己紹介だけさせていただきます。私はいわき市で被災を経験しまして、当時高校生でした。今は、いわき市にいるんですが、私の祖父母が南相馬市の原町区にいまして農家をやっています。その比較を交えて今回感想を述べさせていただければと思います。今後へ残すべきものなんですが、大きく、科学的なデータと、それぞれが経験した気持ちだったり物語があると思うんですね。で、科学的なデータについては研究機関であったり行政の方がデータとして蓄えていて、国に向けて安全の基準などを作っているので、うまく伝承させていることができているのではないかと思うんですが、気持ちについては私の経験からだと、おそらく被災者が経験した気持ちをそのまま全く同じ形で次の世代に引き継ぐことはできないと思います。私は南相馬市で祖父母が被災をしたところを見たんですが、畑にフレコンバッグがあるのを見た時というのはやはり衝撃的でした。ただその畑は、私の畑ではなくてあくまで祖父母の畑であって、祖父母の気持ちまでは私は分かりませんでした。おそらく私も私の父も祖父母も違う感情をそれぞれ持っていたんだと思います。同じ状況にいたとしてもです。なので次の世代にも同じ気持ちというのはおそらく伝わらないと思うので、今回のそれぞれの物語を
まあ、どんな媒体でもいいので、まあ、形として残しておいて、まあ、それを題材にして、まあ、次の人がどう、まあ、考えるか、その教材となるような形で本を残していただければと思います。はい、以上となります。Well, I have to start by saying that I've been coming to these dialogues now, all but one of them so far, so this is my 19th or 20 dialogues, and every time I feel very humbled. So I tend not to say very much during the dialogue meetings, per se. I hardly feel legitimate to speak, and for most of you here, you're living this experience personally. For me, even though I've come to Japan for maybe 400 days over the last 7 years, it's a lot. I'm still an outsider and I'm not experiencing it the way you're experiencing it. So it's difficult for me to speak. But on this topic, maybe I can say a few things because there's both transmitters and receivers, and I consider myself a receiver, but also sometimes an intermediary because I'm asked to speak to other people about what was on Fukushima. Maybe I can start a little bit with sharing, and we have questions about archive and future generations as well, but sharing is broader because what we're doing right now is sharing. Even if there's no record of this ever, this is part of sharing. And we share every day. It's a perfectly human, natural thing to do, to share with our friends and colleagues and those around us our experiences. So for instance, twice I brought my children to Fukushima to share with them what I've seen and heard, your experiences, and they share with their friends in school to pass some messages around the world. However, if you think about sharing that has to go beyond face-to-face communication and goes beyond this time into the future, what we're talking about here, I think it's been very good. A couple of times it's been mentioned. There are three basic things to share. Facts are obvious, but also emotions and lessons. Facts hopefully don't change too much, but our understanding does change over time. Lessons are always evolving. What we learn now is different from what we knew, what we learned 5 years ago, and different from what people will learn 5 years from now. And maybe the most difficult part is emotion, because emotion is something much more difficult to pass. You can't write a scientific paper and pass emotion. So it's very important to capture, as one speaker said, for instance, videos of people speaking, because through videos you get more than language, more than spoken word. You can see how a piece of person is feeling in the circumstance. You can have a little more empathy when you see an individual who's faced difficult situations. So for me, capturing video or even testimonies written directly by the hand of people who've experienced, I think it's very powerful. And that goes to say who speaks matters. I've seen Ryoko give a fantastic presentation at an international symposium that we held a couple of years that was by far the most interesting talk of 3 days. The rest were all scientists. But she spoke about the real world, and everyone in the room was silent and listening intended to what Ryoko said. If I stood at the front of the room and gave the exact same presentation, used the exact same words, you wouldn't have the same impact, because Ryoko lived the experience and I'm just secondhand. So who speaks matters. Who is in the video matters. Who writes matters. I think we have to keep that in mind. Why do we want to archive things? I think there are two basic reasons. One is for the people who make the records, make the speeches, make the papers. Just sharing, putting your emotions, thoughts into words is very powerful. And knowing that you have a voice that's recorded somewhere that other people might listen to, I think is very powerful. So I think there's value in just doing that. There's value in sharing, there's value in recording what's shared. But there's also value at the other end for those who receive it. And there's many, many different people, organizations, academics, who might find value in the experiences, emotions, facts, and lessons shared from this group. It's very difficult for us to say, however, what people will find most valuable. So I think as
as Jindo-san said, it's important to capture as much as possible so that people can, in the future, take what's important to them to apply to their particular situation. They could be historians, sociologists, academics, but also, as I mentioned briefly yesterday, individual people looking for a connection to your experiences. How do we do it is not so clear, it's not so easy. But the fact that these sessions have been recorded almost since the beginning, I think is very helpful. But now there, I think there's a need to have a concrete effort to make sure that the archive of all the valuable material remains safe for the future and accessible to people. That's a task that we all have to do together, I think. Thank you. Thank you very much. I think, as Chris said, this is, for me, is a non-resident, an observer to what's going on in a pure sense. This has been extremely instructive, and what I think is most important in terms of what's being shared is this place. Having a place where you can express your anger, your concerns, your personal situation, what the circumstances that caused you to do, that's something that I think is very important. So the need for a place to talk, a place to express, is I think one of the most important things that needs to be shared. Then you're all understanding, or passing on your understanding of the circumstances, because that's what really drives your choices. The circumstances you're personally in, from place to place, in Iwaki, in Minamisoma, in Fukushima, in other places, the circumstances are all different. They're all unique. Each person has their own circumstances that they have to deal with. And sharing how you're making personal choices is instructive for everybody. So I think that's something that's very important. And the changes that the accident caused in terms of your personal circumstances and what you see as the broader circumstances for your area, I think is something that can be shared very, very nicely. That's also kind of important. But in terms of what the future generations need to see, I think that's a lot more difficult. As I said the other day, children who are going to be the next generation see things differently now as young people. See risk and circumstances differently than we see them as older people. What the way I want to protect my children, they don't currently understand. They don't know how much I love them. They don't know what that means. They don't know that means I would die for them. They'll learn that, but it will take them some time. So what I think can be passed on to the other generation, the next generation, is just the historical facts. What the circumstances was. Think about the Depression in the 1930s. Think about the previous war, the Second World War. Think about the 1800s. What do we learn from there? Just the facts. And how those affect us. What's important about that is to learn from them so that the bad parts that happened don't happen again. So I think future generations need to just see what are the facts. And they'll come to understand it if it unfortunately happens to them. Thank you.福島高校の原です。先ほどはお話をお聞きいただきましてありがとうございました。で、私が、残したいというふうに思うものということですけれども、直接残したいと思って考えているわけではないのですが、やはり申し上げた通り、子どもたち生徒たちが、学ぶにふさわしいようなテキスト、福島の状況を知るような学ぶようなテキストがない、国の方は文部科学省が副読本として、放射線の副読本というものを作成していますけれど、それは放射線全般について書いてあることであって、
福島について踏み込んだ何が問題になっているのかということは書いてないんですね。でやはり私たち教員としてはですね、決してその何と言ったらいいんでしょうか、評価の定まったものを生徒に見せればいいと思っているわけではなくて、それこそ実は私は、まあ、先ほどのラゾさんのお話もありましたけれど、私は本当にこの現場に高校生をお連れすればよかったなと、こういうふうな大人がいろいろこう迷ったり考えたり悩んだりしている姿に触れてもらうっていうふうなこともすごく大事なことではないかなというふうに思っています。ちょっと話が横にそれてしまいましたけれども、私自身はやはり生徒たちに福島を学ぶような何かテキスト、そういうものが残せたらいいなというふうに思っていました。ありがとうございます。官能転轄です。まあ、昨日からお話を聞いていただいているんですが、まあ、昨日の話し合いの中で出てきた教育の中でどんな形で残すのか、あるいはどういう方法がいいのかというのは昨日ちょっと話してきたんですが、そういった中で教育の中には難しさもあるなという思いもしました。で今日隣にいる原先生のお話を聞いて、まあ、子どもたちと教育っていうのか、あるいはその別の授業の中で進めているのか、そういった部分でいく方法があるのだなというような感じもしましたので、そういう形で子どもたちにきちんと今の福島の現状、あるいは事故当時からのあれをきちんとお知らせできればいいなというふうに思います。まあ、そういった中でそれじゃあ我々が次の世代にどういう形で残したらいいのかなと、そういう思いをしたときに、今山木屋の小学校中学校この4月から一貫校で開校したんですが、小学生が5人、これから中学校の1年生がなくて中学2年生が7人、あと3年生が3人って、まあ、15人の子どもだけの学校になってるわけなんですが、まあ、そういった中でどういう形で今の子どもたちに教えられるのかな、伝えられるのかなって不安があります。特に来年になってしまうと12人の子どもになってしまうんで、まあ、そういった形で例えば文化にしても伝承することもできない、そういう地域になってしまうのかな、そんな思いの中で我々が次の世代に残せるのはいかに今自分らができるかできないか、それをきちんと見定めながら次の世代にこれはこの時はこうなんだったこうだよという、そういうことをきちんと伝えていける、そういうあれを作り上げなきゃならないな、そんな思いでおります。ありがとうございます。双葉町の大橋です。昨日も話しましたけども、原発の隣接した地域で生活していまして、原発の安全神話にどっぷりと使った生活をしていました。ですから3月11日の夕刻ですね、念のために3キロ以上避難してくださいっていう防災無線が放送された時も、明日は帰れるっていうような感じで家を出ましたけども、二度と帰ることなく7年9ヶ月も経ってしまいました。
それでもふるさとを失った無念さっていうのは常にですね、今こうしている間も檻のように心にあります。で原発事故を肯定するわけではないんですけども、この7年9ヶ月の間にさまざまないい出会いがありました。そして交流も生まれました。本当に肯定はしないんですけども、昨日鹿野さんと帰りました。黄色いハンカチもなかったわけですね。そんな中で私にはですね、孫が2人おりまして、今小学校の高学年です。で、この孫にですね、この私たちが経験したことを伝えるにはですね、まだ未熟なものですからよく理解できないと思います。もうちょっと高学年といいますか、物事もう少し判断できるような年齢になってから伝えた方が理解していただけるんじゃないかなというふうに思っています。それからいわきに来てですね、私は双葉町からいわきに避難している町民での理事会を作りまして事務局長をしております。でこの会がセミナーに参加して後世にね何を伝えるべきかっていうテーマについて持ち帰ってですね、みんなとこの自治会に話しまして、こういったことについていろいろ会話を進めたいと思っております。以上です。末次の遠藤です。2011年の秋、地震の作る田んぼから480ベクレルのお米が出たことがきっかけでダイアログに参加させていただいています。ですね、おかげさまでまあいろんなことはあったんですけど、今年やっと地震が納得いくようなお米ができて、来年から作付けの面積も増やして、販売も考えられるような状況になりました。で、記憶というのは多分話が盛られて100年先5メーターの津波が30メーターになっている可能性もあると思うんですけど、記録というものは正しく残っていれば、次の世代まできちんと残せるものだと自身は思っていて、で新しい未来へっていうんですけど、まあ、原先生とか遠藤君の話を今日聞いて、あとは自身の当時4歳だった息子の成長を見て、今年、来年中学生になるんですけど、新しい芽は確実に伸びてきているんで、地震はその芽を踏まないように気をつけてよく出る杭は打たれると言いますけど、ちょっと少し出しておいた方がいいぐらいの感覚で、ちょっと楽しみにして見ていきたいなとこれから思っています。
was a very, I took a lot of notes. many, many, many deep thinking was expressed by all of you. I just give you a few seconds to breathe. And we'll go for the second round. And as we have not used all the time with the 5 minutes, we will have 4 minutes for the second round. So altogether, 9 minutes to express your views. It's plenty of time. Okay, so we will start again with Mr. Jindo. You have listened to all the other participants to this structured dialogue or this round table. What is your feeling now after having listened to your neighbors and about the topic of transmission of the experience, sharing experience, transferring experience? Please, Mr. Endo. ついた状態で、このマイクを上に向けた状態で回してください。お願いします。すいません。はい、私の意見は大したことないんですけども、ジャックさんすいません。ちょっと私の悩みをちょっと聞いていただきたいんですけども、ちょうど4分いただきましたんで、今私のところはですね、まあ、ご存知だと思うんですけども、川岸村の20キロ圏内の山の中に住んでいるものなんですけども、今回こういう話し分の場があるということでちょっと、来る前に村長ともちょっといろいろ話してきたんですけどね、何を私言いたいかというと、復興ということで、皆さん今まだ復興途中ということなんですけども、川内村に20キロ圏内に関しては、除染も終わりまして、今度復興でこう始まったわけなんですよ。ところがですね、ところがというか、私の家の周り、まあ、ジャックさんも一回来られて見てると思うんですけども、田んぼと畑、あと森林という中で暮らしていて、復興が始まった時に、今皆さんほとんどもう9割方いなくなって、人は戻ってきてないんですよ。で、どういう復興が始まったかというと、田んぼと畑はもうすべて、太陽光発電の太陽パネルで生まれちゃったんですよ。で、そうすると私ポツンと一軒住んでるんですけども、太陽光パネルの海の中に住んでるような感じになっちゃったんですよ。だけどもこれは地主さんがね、言うにはまあこれも自然エネルギー使ってるからいいじゃないかと言うんですけども、全く味気ない風景に変わってしまって、だけども僕らはどうこういう立場ではないわけですよね。地主さんですから自分の畑どうしよう勝手じゃないかと。だけども草木が生えるよりか太陽光でやった方が実入りもあるし、いいんだということでやって、もうずらっと今太陽光パネル見始めて、だんだんだんまだ全部じゃないんだ、全部終わるとほとんどもう田んぼの9割方、畑も9割方太陽光パネルで埋まってしまうという状況になりつつあります。だけども困ったな、いわゆるこの景観というかですね、今までは田んぼがあってカエルが鳴いて、鳥が来てどのこのああいい風景だなということで終わったんですけども、まあそれを元に戻せとは言わないんですけども、戻った時には太陽光パネルになってしまったと。これはまあ仕方ないんでしょうけども、私空いたんで昔入った人間から見ると全然話条件違っちゃったなと。だけどもまあ住んでる以上簡単に家は出せないし、それで今村と村長と話したんですけども、中に1軒だけ私は太陽光パネルをやりませんと
という人がいるんですね。それが 私とすごい久しい友達で、俺は絶対やらないということだったもんで、その方と私は今ドローンのプレイランドというのを今作る計画で話はどんどん進んでいっております。それで国の方も予算をなんとかつけましょうということまでの話言ってるんですけども、一つそこでネックがあるのは、20キロ圏内でそういうプレイドローンのプレイランドを作ると県外の方が結構いろいろ来られると私は今考えてるんですけども、その家の周りの20キロ圏内は除染したんですけども、林だとか森林の中だとかそういうのは除染してないわけですね。で今私が考えているドローンはただ平地のところを飛ばすんではなくて、吉野畑をこう迷路みたいのを作ってその中を飛ばすのと、あと林の中をずっと飛ばすということで、まあ、相当面白い飛ばし方ができるんじゃないかと思うんですけども、そういう中に都会の方が20キロ圏内に人が入ってくるといった時に、一言大丈夫なんだろうなと言われた時に、私は自信を持って汚染は大丈夫なんですということはちょっと言えないわけなんですよね。どこにホットスポットがあるか、まして林の中は染料も何も除染も何もしてませんので、その辺がちょっと悩みなんで、何かいい皆さんのご支援があればいただきたいなということで、個人的なことで申し訳ないんですけども、ちょっと皆さんいろいろな方がおられますんで、何かアドバイスがあればなと思って、すいません、ちょっと方向が違ったんですけども。今回で20回とお話しされました。私も何度かこの会に参加させてもらって、いろいろ自分なりに勉強させてもらったところがいっぱいです。で今日もいろんな方の経験を踏まえた方の聞いて、本当にここに来てよかったなって思いで帰れます。ありがとうございます。それでこの20回のその原発の、その当時からかな、よくわかんないですけど、その皆さんがお話してくださった本当のお話、真のお話のその証言集っていうか、そういうのを冊子にして残してもらって、まあ簡単に言ってもいいし、こういうこともあったとかっていう、そのやっぱり証言集っていうのは一番大事なのかって、後々の30年後50年後の時に、ああこういうこともあったんだなっていうことが分かるような、そういう冊子にしてもらったら、まあ記録にして残るのかなって。やっぱりだんだん薄れてきますし、分からなくなってきますよね。で私はあるおじいさんから、その時76歳の方から、戦争のお話を聞いたんです。もう残ってる人はもうそういないってね。でその人が今94歳になりました。本当にあの時お話を聞いていたからこそ、その戦争、いや親からも聞いてましたけど、また別の人から聞くとまたこう聞く耳が変わるんですよね。もう戦争のことを語る人はいないでしょうねって言われたことが、本当に印象に残ってて、やっぱりこれは語り継ぐべきなんではないかって強く印象に残ってます。で私の言うことでもないし、ここでやることでもないのかもしれないけど、やっぱり双葉郡で起こったこと、博物館みたいな感じで、その現実をやっぱりどこから来ても分かるような、そういう風なのをこう作ってもらって、要するに双葉大熊だけじゃなくって、双葉郡福島県でもこういうことがあったということの、そういう具体的な、そういう投資家のようなものが立てていただいたら、もっと皆さんが、原爆のね、あそこの記念館に行った時のような、皆さん旅行がてら来て、50年後何年後分かりやすく一目で分かんでないかなということを、ちょっと私のこのここでやるわけではなくて、要望もできたら、国でも思ってるかもしれないけど、それはね、そんなふうに私強く感じました。
高村です。昨日の発表と、ワークショップの時に置き換えるというワードで、ちょっとお話の方をさせていただきました。相手の立場になって置き換えて想像力を持って、経験を共有してもらえればという言葉を発しました。昨日の発表の中でも、12歳になる息子と今年の3月に、熊本県の水俣に訪れました。それはですね、熊本県が日ごとプログラムというものがありまして、小学校5年生になりますと必ず水俣病資料館の方に行きまして、水俣病を勉強します。語り部さんのお話を必ず聞きまして、子どもたちの学習の中の一つとして入っています。福島には環境創造センターの方にそういったコメタン福島がありますけれども、中通りの学校は行きますが、私どもの南相馬市の小学校はまだ一度も行っておりません。そういったプログラムを作ってほしいという話ではなくて、学校の教育ももちろん大事なんですが、私は家庭の中のしつけで親がそういったところに連れて行って、そういったことがあったんだよと、もちろん原発の問題は世界に共有するべきだとは思いますけれども、日本の中でもまださまざまな問題が解決していません。公害の問題だったりとか、災害もそうです。そういったことも、含めて子どもたちに家庭の中でしつけの中で、やっていけたら、子どもたちは別にその気負いもなく背負いもなく、あ、こんなことがあったんだなと、だけどあ、お母さんがお父さんがそんな話をしたんだなと、どこか記憶の中にあれば、大きくなって中学校高校になって大学になって、そういえばあの時親がこんなこと言ってたなと、そういったことからまた新しい発見なり考えてくれたら良いのかななんて、昨日の発表の中でちょっと補足として今お話しさせてもらいました。ただ、すみません長くなりますが、子どもに全部背負わせようとは私も思いません。水俣に行ったことで子どもはぽつりとこうやって僕も震災を語っていくのかなって言った時に、嬉しさ半分申し訳ないという気持ちもありました。水俣の、語り部さんの、やはり、お母様が水俣病で亡くなられて、息子さんも水俣病で今養子をなされて、語り部をしている方のお話を聞いた時に、その言葉をぽつりと言った、本当に申し訳ないと息子に思いました。その語り部として私も活動しています。家族はその共有の一つとして、長男はもう成人しています。その長男が震災後に、仕事を求めた時にハローバックへ行って持ってきたのが、実は原発作業員の、職務表でした。なんで原発行くのと聞きましたら、お母さんは弟のために子供たちのために動いてるよねって、俺も何かできないかなと思ったんだ、そしたらねって、原発作業員がこれから少なくなっていく、若い人が入っていかなくなる、じゃあ俺やっていこうかなと思うんだよ。私はその時に、第二次世界大戦で赤紙をもらったお母さんの気持ちになりました。なぜお前が行くのと、なんでわざわざ作業員という仕事を選んで行くのと、誰が行ったっていいじゃない、だけど私はわざわざ危険だと思うようなところに息子を行かせたくない、だけども今この現実行かなければいけない、先ほど高校生が、職場の一つだという表現もいたしました。確かに職場の一つです。ですが危険と隣り合わせという場所は変わりません。そこに私は自分の子供を送り込みたくないというふうに思っています。ですからそういった子供たちに背負わせるようなことはしたくない。ただこの気持ちだけは、今も変わりません。ですが教訓として残さなければいけない、それだけは本当に思います。ありがとうございます。ももです。
今最後の方で気持ちが整理されているとか整理されつつある時にきっと人は話せるんだっていうことを申し上げたと思うんですけど、多分もっと具体的に言うとその事実に向き合った、その個人が自分があった経験にしっかり向き合ったっていう経験をした人はきっとうまくと言いますか、きちんと話せるんじゃないかなと思うんですけど、仕事の中でちょっとインタビューをしていると、いろいろ聞いているとどんどん話をしてくれるっていうことがあります。多分話したいっていう気持ちもあるんだと思いますし、あとはここまでだったら人に話せるっていうものをおそらく各々が持ってらっしゃるのかなっていうことをちょっと実感をしているんです。だから多分全部の気持ちを引き出すっていうことはなかなかそれはすごく難しいことではあるんですけれども、そういうものを集約していくことで何か大きな、その当時何があったのかとか、どういう、まあ、気持ちが蔓延していたっていう言い方ちょっとあれですけど、まあ、その雰囲気みたいな肌感覚みたいなものはいくばくか伝わればいいんじゃないかとも思いますし、あとはいずれ私たちは年を取ればいずれ死にますし、その自分たちの子供にということではなくて、さらにその先の世代がもしかしたら何かの企画で見つけてくれるのかもしれないっていうのが今のところ私のモチベーションで、そういうインタビューという仕事もやっています。以上です。共有したり、その事故の記憶を伝承したりしていくためには、まあ、まずその体験した人に話してもらうしかないっていうことだと思うんですけれども、でこの話ができるようになる前に、その人が話して、先ほどの門馬さんのお話もあったんですが、話ができるようになるまで自分の中でこう整理して消化して、そしてこう穏やかにこう人に伝えることができるようになるまで待つということが私は非常に大事だと思っています。これは私自身も経験があるんですけれども、避難した後ですね、直後ではなかったと思うんです、1年後か2年後ぐらいに、お茶の水大学の学生さんが博士論文を書くために避難者の人にインタビューをしたいという話があって、で私のところにその話が来たんですね。だけど私その時に協力してあげなきゃいけないってものすごく思ったんですけど、どうしても話すことができなかったんですよ。辛すぎて多分すごい泣いてしまうだろうし、自分も消化できなくて、でも学生さんに上手にインタビューに答えられると思わなかったんですね。で、まあ、何度もお断りしたんですけど、向こうもやっぱり博士号がかかってるのですごく連絡が来るんですよ。でそれをなんとかこう振り切ってですね、で今はこうしてこう安藤さんからお話があった時に、じゃあ自分の体験を話しますって言って、こうフランクに話せるようになったんですけど、やっぱここに来るまで何年もかかってるんですね。なので例えばこう先ほどのお話にもあったけれども、戦争のに行かれた経験がある人とか原爆の被爆者とかが自分たちの体験を語るようになる、本当に年を取って80、90になってやっと話せるようになってきたりとかしますよね。これあれと同じことなんだと思うんです。で桃さんも先ほど切々とこう話してくださったし、それは遠藤さんが私とあちらの小さい大学の時にちょっとまだ子供にはお話ししたくないっていうふうにちょっとおっしゃったことがあって、なんかこう必ずその人が話したいとか伝えたいとかって思う時まで必ず待ってあげること、それからその人が話せると思って、そして話すべきだと思った時にその話をきちんと聞き取りをして、そしてみんなで伝承していくこと、それをやっぱり時間をかけて、自分の無理だっても25年30年近く経ってますけど、福島はまだ7年しか経ってないわけですから、まだまだ進行中の原子力災害での間違いになるので、そういったことをですね、福島の人だけではなく日本全国の問題として共有していかなくてはいけないとお話は思います。皆さんの話を聞いていて感じたことは、やっぱり多様性と多種多様だなというのがあって、まず世代の違いがあるんだな、おじいちゃんおばあちゃんで伝えるとやっぱり子供とか孫っていう話になってくるし、お母さんという視点で言うともう目の前にいるから、その子のためにっていう視点になるし、やっぱ世代によってはやっぱ全然伝えるって言った時の対象が違うなっていうとか、
と性別によっても全然違う、まあ、世代の話で言うとおふくろもやっぱり私も未だに33歳で失敗するので深夜12時に帰ってもおふくろ起きてくるんですよすいませんって毎回やってるけどもやっぱりいつになっても私はもうどんどんじじいになってますね、じいちゃんになってますね、おふくろの子供なんですよ。おふくろは多分それとも心配するだろうなっていうのは思いつつ申し訳ねえなと思ってるんですが、で世代の話もあるし、あと性別、やっぱりいろいろ私もインタビューして聞くのはやっぱり女性の方って命を本当に授かるので、それの感性が強すぎる、逆に男っていうか稼がないなんぼっていう視点がどうしてもあるからそこに疎くなるっていう、この申し訳なさもあってですね、そのやっぱり違いもあるなっていうのもあると、さらに立場ですね、仕事だったり、例えば行政の職員という立場とやっぱり農業者という立場だったりとか、いうのによって全然やっぱり意見が変わってくるような、そういう感じたところです。それいうようなものを感じた中でも、やっぱり改めてもこれは絶対残した方がいいなというのは、それぞれの時代の背景だったり、それぞれの方の喋っていることとその背景の情報、この人はどういうふうに生きてきて、どういう人でどういうことを感じたか、どういう人なのかっていうのもしっかり残さないと、例えばその人を理解する材料になかなかなりえない、言葉として受け取るためにはその人の背景をしっかり理解することが大事だなというのを改めて感じました。以上です。今回ですね、初めてこの大学生に参加してみて、いろいろ感じることあるんですが、私一番感じたのはですね、福島大学生になって、福島一言で言うんですけども、やっぱりその地域というか、それぞれいた場所を体験したことによって、今時点の立ち位置が随分違っちゃってるなと感じてまして、私自身ずっといわき市におりまして、地震の被害もそんなに大きくなかったですし、その災害の時にも避難せずに、孤立は体験したんですけど、避難生活というのは体験しないまま今に至ってまして、7年以上過ぎた中で、割ともどちらかというと原発事故地震が割と私の中でも過去になりつつあるなというのをちょっと感じてまして、普段の日常生活する中でほぼ思い出すこともないですし、今回こういった機会を与えていただいたということもあるんですけども、また改めてこう振り返る皆さんの話を聞く中でですね、やっぱりそういうことをきちんと語り継いでいくということが非常に大事だなということをすごく感じさせていただきました。実際の今会社生活している中で、おそらくこういった興味みたいな場がここで行われているということを、これ多分うちの会社もほとんどの人知らないでしょうし、そういったことをちゃんと伝えてないことも何となく責任もちょっと感じてあるんですね、今この場にいます。そういった部分もできる範囲でぜひ伝えていきたいなと、ちょっとこの先に感じました。あと、さっきちょっと話足りなかったのもあるんですけども、教訓の部分でですね、私は出身山口県の山口市ってところなんですけども、山口あたりいますとですね、小学校の6年生の修学旅行で広島の原爆の記念館に行くんですが、その時に必ず見るのが原爆記念碑の安らかにお祈りくださいと、過ちは繰り返しませんからっていうようなことを必ず見るんですね。あの言葉は小学校の時に見て、ずっともその時から心の中に残ってて、やっぱり原爆っていうのは非常にこう負けないものなんだっていうのはもう心、子供頃からずっと残ってて、それって私自身の一つの共通にもなってて、あの言葉自身っていうのは、広島の人の責任ではないし、日本国民のいろんなこともあるでしょうけども、そこにいた人たちの責任ではないだろうし、ただそうは言っても、あそこの言葉っていうのは人類共通の教訓として残っている言葉だというふうに理解しています。そういった部分をですね、やっぱり今回原発っていうところでですね、その原爆の破壊を目的したものと、やっぱり平和利用を目的したものということで目的は違うんでしょうけれども、起きてしまった結果に対してやはり聞けたものであるという部分は同じだというふうに思ってまして、そういった部分の共通の記憶という部分を何とかこううまく残していければなというふうに非常に感じました。ちょっとどうすればいいかというところまでは思い出らないんですけども、一足の簡単な感想です。はい、昨日と今日、皆様の意見を聞きまして、私自身勉強になりました。で、一つ私が思うのは、
私たちが次の世代に伝えると自己満足になってしまうのがすごい怖くて、で次の世代の立場になって考えてみると、もし私の子供に教えるとすると、おそらく子供がまだ幼い頃っていうのは受け身の状態なので、まあ、親が情報を提供する人があると思います。そこは事故の概要であったり、まあ、親がその時感じた情報が大元になるのかと。その子供が大人になった時、まあ、私のようなもし年齢になった時に何に興味があるのかなというのを考えると、その時、まあ、大学であったり、まあ、就職してその仕事の内容によって関心はおそらく変わってくるんだと思います。でそれに応えるためには今は、事故当時ですね、いろいろな職業であったり年齢の方々の、まあ、それぞれの情報というのをもう全て何らかの形で取っておくことが重要なのかなと。それは福島県の人に限ったことではなくて、その時に西日本から見た、まあ、福島に対する意見であったり、海外から見た意見であったり、そういうものも全てやはり重要な一つの情報になってくるのかなと私は思います。そういう意味では今回このようにダイアログとして、まあ、いろんな方が意見を交わし合ったというのがすごい重要なことなのかなと。このような今録画もしてますけど、こういうのを次の世代の方がなるべく触れやすいような形で取っておくことが重要なのかなと思いました。以上となります。So when thinking again about what to archive and what to share after hearing everyone speak already once, it seems to me it's very important that we archive and share, I'm not sure what the right word is, a complete view or a balanced view of the good and the bad, the very difficult situations and the positive situations. As we've heard, there are sometimes positive things that have come as a result of the accident. That doesn't make the accident good, but there are some good things. I've made many good friends over the last 7 years. The story of Ohashi and Kamo was very nice. It made me feel good that these two gentlemen have a new friendship and something to share. It was really nice to hear that story. One difficulty is that in sharing, mass media tends to prefer scary stories, bad stories, maybe because it sells more newspapers and makes better television, but it's a shame, and it's something we should fight against to make sure that the story heard outside of the prefecture in Japan and the rest of the world is a bit more balanced. And also for the future, that people understand that there's a balance, that the accident was not a good situation. There are some very, very, very difficult things, but also some good things. And I thank those in this room and those from all the other dialogue meetings for being so courageous to share their very bad stories, their very bad personal stories, but also their very good stories. It's crucial that we hear both and that we keep both. When we think about archiving, on a slightly different topic, when you think about archiving, you think about video recordings, audio recordings, written papers, photographs, all of these kinds of things. And these are, of course, important, but it's only one part, one kind of archiving. There are also artifacts, objects that remind you or us of what happened and what's happened even since the accident. But there are monuments. I've seen only one that I can remember in Fukushima, although I can't read Japanese, so perhaps there are a thousand around me I don't notice. But one monument to people lost in a certain area in the tsunami, which for me was very powerful to see. And this is another kind of sharing across generations and remembering and archiving what's happened. And as was mentioned a few minutes ago, something like a museum where these artifacts could be displayed and the stories told, I think is quite a powerful idea. All of this doesn't replace the, as I mentioned earlier already, the face-to-face communication, which can't go 100 years from now. It's not possible. I mean, all of us will be gone 100 years from now. But I remember when I was a very young child, my grandfather told me stories. He fought in Europe at the end of the Second World War. He was actually too young to go, but he
like many of his friends, lied about his age and joined the army and fought in Europe. And when I was very young, he didn't say anything about it, I think, which is probably wise, I wouldn't have understood. But when I got a little bit older, maybe 40 years ago, believe it or not, he told me a few stories of his personal experience in the war. And of course, it didn't really change my understanding of the facts of the war. I mean, I learned those facts in school later. But what it changed for me was it made it personal. So I knew that he fought in the war, but I didn't know what he did. When he told these stories, it made it more real. So I encourage you to tell stories to your, when it's the right time, to your children and your grandchildren, so that they remember Fukushima accident and recovery is something real, not just something we've learned in a textbook. For me, even 40 years later, I had trouble remembering last week. But I remember 40 years ago, these stories that my grandfather told me, and it was very powerful and changed my view of the world, really. Thank you. Thank you. I think Chris just hit on a lot of what I would like to say. I think it's very difficult to look back at history and see and understand why decisions were made. And the classic example is, was it ethically or morally correct to drop the bomb on Hiroshima and Nagasaki? That's a discussion that has come up again and again here. But understanding what the circumstances were then, what people were thinking, what rationale they had, what moral aspects they were looking at, we can't judge that. It's hard to judge. If you go back to the Middle Ages, why did Italy attack France or France attack Italy? Why did wars take place here in Japan among the royalty? It's hard to judge that, whether they were correct or not or morally. But I think somehow, if there were a mechanism to archive that sort of context, why it would be easier to understand why people did what they did, why they made the choices they made. And I think, as was said, the videos, the stories, the words and feelings of people, those can be stored somehow on databases. That might give a bit more context to simply Harry Truman decided it was important to drop the bomb. I think to understand things so that our children can understand things in the future, if we can somehow characterize and pass on why we were thinking things, how we felt, what was important to us to make a decision, I think that would be very good. Mr. Endo said that children sometimes are very passive. My children are not passive at all. I don't know anyone else's that are, but I think they're interested in these things. As Chris said, they want to hear these stories. So I think we should give them the opportunity to be as thorough as we can and tell them why we made good and bad choices. That's very important. We need to be modest about that sort of thing. Thank you. はい、福島高校の原です。このようなダイアログで、お一人お一人の方々お話になっていることを、私は本当にとても興味深く聞かせていただいております。その気持ちはおそらくここの会議に参加されている皆さんどの方も同じではないかなというふうに思うんです。つまり私が申し上げたいことは、今ここで起こっているこのことこそ、残すに値するのではないかなと。それは皆さんそれぞれ、自分の経験、自分に起きたことを、語っていらっしゃるわけですけど、もちろんそれを一つにまとめることは難しいっていうか、もともとものすごい多様な出来事が同時に起こっているわけなので、ある一つの側面でまとめ上げるということ自体が、それこそ何十年も100年も経てばそういうふうな視点ができるかもしれませんけれども、
今はまだちょっと難しいと。で、正直なところなぜこの場にメディアがいないのかと、煽るような報道ばかりをしてきたわけですけれども、このやり取りこそがやっぱり報道に値すべきことであるのにもかかわらず、メディアっていうのはいかに力がないのかなというふうに思わざるを得ません。本来残すべきなのはそのメディアがやるべきことではないのかというふうにも思います。で、皆さんお子さんにお伝えになるというふうな視点でお話しいただいて、私もとても参考になるところであるんですが、実は、同じこの私どもと同じ世代の大人たちも、福島がどのようにこの現実を乗り越えようとしているのかは非常に興味を持って見ています。ですからその一部の大人は福島の様子は知りたいけれども、メディアに出てくるのはやっぱり偏っているんじゃないかなっていうふうなことにはやはり気がついているわけで、ですからそういうふうなこの今ここで皆さんがお話になられたような事柄、そのこと自体に関心をお持ちの、大人たちも、世界中にたくさんいるのではないかというふうに思います。ありがとうございます。菅野です。新藤さんの意見というのは興味できる部分なんですが、私も農業者として農地が潰れていくというのは本当に悲しいものなんです。で、現実は山木や岩の4000ヘクタールの高地がというか山を含めて4000ヘクタールあるわけなんです。その中で900ヘクタール、これが農地として利用してきたわけなんです。で、そういった中に今100ヘクタール強の仮置き場がございます。それは全て山木川は農地に仮置き場をしたんです。で、それはいろんな反対意見もありました。しかし自然災害から守るのためには農地しかないんだというようなことで農地に置いたんですが、これはいくらかずつ運び出されるようになって、そういう中に50代60代の6人の若い人たちが営農再開を目的に再生しようというようなことで動いてくれてますんで、彼らにお手伝いをしながらしていけば農地として再生できるなというような思いでおります。しかし彼ら6人は本当にその農地を全て可能にできるかというとそうではないと思う。やはりそこにはいろんな人たちのお手伝いをしてもらわないとできない部分があると思うんで、そういうところを部分をどういう形で我々が支援し、あるいはボランティアを、ね、応援をもらっていくのか、それがこれからの課題であり、前に進めていく一つの課題になっているなというふうに思っています。で、本来今の新藤さんからその話がなければ、大橋さんとの協議して、ジョロエハンカチ、ヒガンバナから始まってジョロエハンカチまで来たんですが、そういう中でテレビ放映されて、多くの方に来ていただいて、昨日もちょっと話したんですが、やはりこの震災事故で避難されて健全でばっかりなかったなという感じがします。やはり心が蝕まれられた、そういう人たちが何人かに会うことができたな。で、その人たちがいろんな多くの人たちと集まる場所にどうですかって誘ってみると、いや私遠慮させていただいて、なかなか話を聞いてもらえる場所ではないんですということなんです。で、その方たちが花を見ながら、ダリアの花を見ながら、あるいはヒガンバナを見ながら1時間も2時間もいるんです。ただ草をむしったり花を摘んでみたり、そういう
ではやはりどっかにその心を癒されるそういう場所を求めているんだなというそういう思いがだんだん湧いてきたし、あと今一つはやはりそういう場所を作り合う、そして話し相手になれる人間になれるかな、そんな思いも含めて今日この場でお話しさせていただいて、今日私の意見というのを終わりにさせていただきたいと思います。双葉町の大橋です。双葉町は駅を中心としてですね、復興再生拠点にの事業に、着手しました。その中で私たちの細谷地区というのは戻るところがないわけですけど、細谷地区のためのエリアをちょっとした面積が欲しいということを行政の方に要望しています。というのは細谷の人たちが記念樹を植えたいという話がありまして、その実際にそういうエリアができたらそれぞれの細谷の住民が自分の好きな木を記念樹として植えて、次の世代にもそういった仏像として合わせ持つことができるんじゃないかなということで、要望をしてます。これが実現しましたらば発信したいと思います。遠藤です。13回目のダイアログの最後に、足を運ばなくなったんですけど、未だに大橋さんとか半内さん、神道さんのように家に戻れない方々が多い中で、果たして記憶とか経験を共有できるのかっていうのをずっと考えてて、戻った人が戻れない場所のある人たちと共有できる、ましてや地震のような輩が自分の経験を語って土足で入っていっていいのかっていうことをずっと考えてまして、なかなか難しい問題だと思うんですけど、今回これを機にまた戻ってきて、そういう人たちが玄関を開けてくれるのであれば、草刈り機でも背負ってお伺いしようかなと思いました。Well, thank you very much to all of you. I think it was a very rich round table, a lot of deep thinking and some concrete projects that were vaguely evocated, but it was very good. So I will not make any comments at this stage. I think we have been very good with the time, because we are 6 minutes ahead of the agenda. It's perfect. You are great. So we can now enjoy a nice break until 3:30. So it will be a little bit longer than expected for you. So enjoy the break.